セイレンセイレンセンはアブラーボイグ生まれのデンマークの科学者。酸性度の指標として水素用指数の概念を導入した。コッペンハーゲン大学で学位取得。1901年から1938年までヨハン・ケルダールの公認としてコッペンハーゲンのカールスバーグ研究所の科学部門の部門長を務めた。カールスバーグ研究所では イオン濃度がタンパク質へ与える影響について研究し、水素イオンの濃度が特に重要であることを突き止め、1909年に pH の概念を考案した。pH の概念について初めて記した論文では、酸性度を測定する2つの新しい方法についても記述している。1つ目の方法は電極を用いるもので、2つ目は指示薬の色によるものである。 前者の方法で1937年に世界で最初の pH メーターが製造された。なお、この論文では記号には pH を用いた。ソーレンソン、サン・ピーター・ラウリッツ、100ディスティングイッシュとヨーロピアン・ケミスッツ、ヨーロピアン・アソシエーション・フォー・ケミカル・モレキュラー、サイエンシズ、2006年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年1月9日閲覧。サン・ソーレンソン。ケミカル・アッチバース。ザ・ヒューマン・フェイス・オブ・ザ。ケミカル・サイエンス。ケミカル・ヘリテッジ・ファンデーション。2007年1月9日。閲覧。アルバーティ、ロバート・シルビー、ロバート、フィジカル・ケミストリー、ジョン・ワイリー&、サンズ・インク・ピアニッシモ。P244。ISBN0 から471104280、ニールセン アニータ・キルデベック、SPL ・ソーレンソン、バイオ・キー・ミスク・ホーニング、2007年1月9日、閲覧。ソーレンソン、SPL、エンズイム・クディアン、ツー、ミティラン、ウーバーダイ・メサンウントダイ・ベデイトン・デア、バサースト・不要年・コンセントレーション・バイ・エンズイ・マティス・ケン、プローゼソン、バイ・ケミシャ・ツアイト・シュリフト21、131304。ありがとうございます。